今日は、サムライ・ジャパン応援団の歴史について、まとめるよ。まず、2007年、北京五輪アジア予選が行われた。そこで初めて、NPB が、サムライ・ジャパン応援団として、阪神タイガースの応援団を、公認した。この時、他に、4団体の申請があったものの、どの団体かは明かされていない。こうして、阪神タイガースの応援団が応援の指揮を取ることになったのだが、今までのような応援スタイルとは異なるものだった。それは、いわゆる球団の選手別応援歌やチャンステーマではなく、童謡や唱歌などが使われるものだった。2008年、北京五輪及び壮行試合が行われた。しかし、前年に公認された阪神の応援団が活動することはなかった。そんな中で2009年、WBC 第2回大会が行われる。しかし、同年の強化試合では応援団による活動はなかった。迎えた WBC、満を持して各球団の応援団が集結し、今のような応援スタイルとなる。チャンステーマ、および得点テーマなどはなかったものの、選手別応援歌に関しては、各球団のもの、また、イチローをはじめとするメジャーリーガーは、NPB 時代の応援歌が、使われることとなった。2012年、復興試合や、侍ジャパン強化試合が行われた。ここで、侍ジャパン応援団の歴史で、数少ない応援パターンを見せる。まず、福岡で行われた壮行試合。ヒットテーマと得点テーマはソフトバンクホークスの3連のみ、チャンステーマは各球団のものが用いられた。次に、札幌で行われた壮行試合。ヒットテーマは日本ハムのトライダー G7 と野球場へ行こう、ショートバージョン。得点テーマは野球場へ行こう、チャンステーマは各球団のものが用いられた。このあたりから、だんだんと、今のスタイルに近づいてきていることが、感じられる。2013年、第3回 WBC 及び強化試合が行われた。対広島戦でヒットテーマ、得点テーマは今の形に、対阪神戦でチャンステーマ、スーパースターが初登場する。WBC 第3回、唯一、東京ドームで拡声器を使う、大会となった。また、アメリカでも活動するなど、大きな変化が見られた。この年トレードで移籍した糸井選手は、日本ハム時代のものが使われた。同じ年、11月に台湾で行われた試合では、応援活動はなかった。2014年日米野球では、歌詞カードに各球団のチャンステーマを使用する、場合あり、という記載がされる。その記載通り、チャンスの場面で夏祭りが演奏されるものの、前奏でタイムリーを打ち、本編まで演奏されなかった。これが最初で最後の各球団チャンステーマの演奏となった。2015年、日曜野球。これまで、カットバセー、〇〇というコールで統一されていたが、この試合から各球団固有のコールと併用される形となった。また、この年発表された相澤選手の応援歌は汎用のまま演奏された。2015年、プレミア12が行われる。このシリーズから、コールは各球団仕様に完全移行し、太鼓パターンも固有になった。2016年、強化試合が行われるが、大きな変更はなかった。しかし、この年を最後に、各球団のチャンステーマを使用する場合ありという記載はなくなった。と、ここまで2016年までを振り返ったが、次回、侍ジャパン応援団が常設化する2017年からまとめたいと思う。